宇多田光多田光の作品ディープリバー、ディープリバーは2002年6月19日に東芝 EMI より発売された宇多田光のサードアルバム。宇多田光史上最も短い、前作から1年3ヶ月を空けてのリリースとなっており、宇多田の10代最後のアルバムである。宇多田は本作で本格的に編曲を行うようになり、 デビュー以来多くの歌田の楽曲を手掛けてきた河野系と共にアレンジャーのクレジットに名前が刻まれている。ジャケット写真や遠藤周作の深い川にインスパイアされたタイトルからも伺える通り暗く内省的な世界観が打ち出されており楽曲もマイナーコードを主体としたものが多い。またデビュー以来の R&B というジャンルの枠を完全に超えハウスやニステップなどのダンスビートや ロックアレンジなどでサウンド面での広がり見せつつ全体的にジャンルレスな音楽性となっている。アルバムはシングルファイナルディスタンス、トラベリング、光、桜ドロップス、レターズとその他の新曲の全12曲で構成されている。本作は国内歴代5位となる初動売り上げ235万枚を記録したほか 累計売り上げ枚数は歴代アルバム売り上げ第9位の360万枚となっている。また本作で、歌田はオリコンアルバムランキング3作連続年間首位を記録した。歌田だひかるは2001年3月にセカンドアルバムディスタンスを発売した。発売後に収録曲ディスタンスをシングルカットすることが決定した際、うたはこの曲をオリジナルだけで出すのは シングルとして納得いかないと感じ、リミックスでもリカットでもなく、新曲として作り直すことにした。その際オリジナルにあったビートを配すなどの奇抜な手法で、バラードにリメイクし、完成した曲を聴いて、歌田はこんなにうまいものがあったのか。物を作るのってこれぐらい大きい仕事なんだ。と、感動、新しいアルバムのビジョンが見え始めたという。またこの曲以降、 楽曲の編曲クレジットに宇多田の名前も刻まれるようになる。なお、宇多田は同年1月からコロンビア大学を休学しており、後に今しか作れない音楽、今しか歌えない音楽がある気がした。またこの頃から自分に意思でミュージシャンになったという意識が芽生えたと振り返っている。そして宇多田は公式サイトへの書き込みの更新頻度も減るほどに、 楽曲制作に打ち込むようになった。また、同年9月11日に、ニューヨークで同時多発テロが発生したが、翌日には、うただの無事がスタッフから報告されている。11月28日にトラベリングを発売。翌年1月29歳の誕生日を迎えると、2月には NY でレコードレーベル、アイランドデフジャムと専属契約を結んだことを発表。また、 スイスで開かれた世界経済フォーラムでもパフォーマンスを披露した。3月に新曲、光を発表し、4月にはニューアルバムの完成が間近に迫っていることも報告された。新曲、桜ドロップス、レターズの発売が迫る2002年5月5日、緊急のお知らせとして、アルバム制作は無事終了したものの、歌田の深刻な体調不良に、 より当分のプロモーション活動が休止されたことが公表された。宇多田は同年4月に卵巣腫瘍が発覚し、同月10日にその適出手術を行っていた。しかし、術後の治療に不可欠な女性ホルモンの副作用が著しく、このまま仕事を続けていくのが不可能な状態になっていたという。アルバムは約1年というう田だ光る史上最短期間で制作された。 歌田はこれについて、当時のインタビューで、多分、今、急いで作んなきゃ、作れないんじゃないかなと思ったからかな。今の私にしかできないだろうなと思って、自分がどんどん変わってっちゃうのがわかるから、と語っている。デビュー当時から、歌田の制作に関わってきた、三宅明は、この曲作りのペースアップの背景には、彼女のプロ意識の芽生えがあると語っている。また、本作は、 歌田自らアレンジにまで本格的に参加したことで自分の色が詰まった濃いエスプレッソのようなアルバムになっているという。歌田は個性的っていうのは目指すところとした上でみんなに理解されないとまでは行きたくないと考えていた。その中で以前、カノアツシによるインタビューの際にカノが誰もわかってくんなくていいんだよっていうのはロックでないと言ったことやレディオヘッドが アルバム、アンニージークをリリースした時に、それまでは、みんなの耳とか趣味とかと通じ合いたいという気持ちを、大事にして、わかりやすい音楽にしていたと言っていたことを聞いて、共感、安心し、またリスナーへの信頼感もあったことからそれ以降の、制作ではほどよく力を抜くことができたという。アルバムタイトル、並びに収録曲のディープリバーは、遠藤修作の小説。 深い川にインスパイアされたものである。宇多田は2000年5月に自身の公式サイトにて遠藤の海と毒薬が好きで、また深い川を読んでいる途中であることを明かしていた。また、アルバムジャケットとブックレットのアートワークは前作ディスタンスに引き続きき、佐藤や和明が手掛けている。アルバム発売に際して森山大道の取り下ろし写真による 大々的な宇多田の写真展が開催された。撮影は新宿の街で行われた。作品は全てモノクロームで人気のない都会の路地に一人佇む宇多田の姿を捉えたものとなっている。宇多田と森山はそれ以降一度も会っておらず、森山は2018年の雑誌のインタビューで聖なる一回生と二人の開校を振り返っている。森山は当時の宇多田の印象について とても頭のいい子だな、素直で性格のいい子だなと感じたといい、またそれ以前に一度だけ宇多田の母、藤稽子の撮影をしていたことも、今回の撮影の依頼を承諾した一つの理由だったと述べた。また撮影の際に、宇多田がお母さんみたいに綺麗に撮ってねと言っていたのが、可愛らしかったと語り、また彼女をアップで撮ろうと寄っていくと、ファインダーの中の彼女は本当に、 富士子にそっくりだったんだ。それでカメラを外すと、まだ少女の面影が残る宇多田ヒカルの姿がそこにある。あの感覚はちょっと不思議だったね。と当時を振り返った。アルバム収録曲では、まず、ファイナルディスタンスが作られた。同曲の制作で、宇多田は、プロデューサー意識が芽生えたといい、自ら音楽プログラム用のソフトを駆使して、積極的にアレンジまで参加するようになった。 また、ファイナルディスタンスを作り終えて、次のアルバムの終着点が一瞬見えたといい、続く、光、トラベリングは、一曲一曲エネルギーを注いで、その一曲の使命みたいなものをちゃんと果たさせてあげて、色を見つけてあげて、ちゃんと完成させるんだ。一曲一曲が完成でなきゃいけないんだという思いで制作された。その中で、一曲を制作するごとに、自分の中でのネタが減り、 また最初のアイデアがどんどんと絞られていき、曲作りもだんだんと難しくなっていたという。2002年に入ると、アルバムに向けてのレコーディングが本格的にスタート。同時に4、5曲の作業も行い、新曲が次々と誕生した。サクラドロップスでは、編曲クレジットが宇多田光、こうの形となり、初めて宇多田の名前が最初に刻まれた。 歌田がデジタルパフォーマーを用いて制作した最初の曲であるレターズは2001年の終わりにアレンジまで完成してたが作詞で非常に悩んだと言い,い2から3ヶ月を要してようやく完成したアルバム制作が終盤に差し掛かると歌田はそれまでにできた楽曲を全部1本の MD にまとめて聴いていたという歌田はゴールから見て何が足りないかとか 最後の一本のイメージを沸かせるためには、逆算してゴールから見ていくと語った。しかし、4月に卵巣腫瘍の適出手術のためにレコーディングは一時、中断。歌川入院中も病院に歌詞カードを持ち込み作詞を進めていたが、いざレコーディングに戻ると、腹部の手術だったこともあって、思うように歌えず、こんなに悔しいのは初めてだと思うほどショックを受けたという。 その後はそれらをきちんと自覚し、休みをもらいながら制作は最後まで進められた。多田は本作の制作で本格的に編曲までするようになったが、その作業を進めるうちになんて変化のつけようがないんだと感じたという。特にリズムに関してはやっているうちに組み合わせしか考えられなくなり、当時アメリカで売れている音楽などを聞いても飽きを感じるようになっていた。 そして自分の聞きたいように自由に作っていたという。レターズでは合うキックのパターンが見つからず、一時はキックなしの方向にも向かい、最終的には普通のキックというものは使わないアレンジになっている。また、トラベリングは制作当初、シャワーヘッドというタイトルで難しいコード展開が何パターンもあったりと要素が多すぎて、疑い曰く悲慢状態だった。 そして悩んだ結果、〇〇、ワンセクションを差し引いたり、コードも削って4つのコードの繰り返しにまで、簡略化、タイトルも、トラベリングという簡単な単語にするなど、脂肪分を捨て、コレステロールを血流から流し出したことで、すっきりスマートに仕上げることができたという。宇多田はこれに関して、インタビューで、最初に作った、デモトラックから削ぎ落とすことのできる、判断の大切さや、 削る勇気を語った。本作で、歌田は、デビュー以来の R&B というジャンルの枠を完全に超え、ハウスやニステップなどのダンスビートや骨太な、ロックアレンジなどで、サウンド面での広がりも見せている。それまでの歌田の楽曲には見られなかったストリングスを用いることで、壮大さを強調している楽曲もあり、また各所で細かく動くシンセが、アクセント程度にちょこちょこ入り、 これが支えとして機能している。全体的にマイナーコードの曲が多いのも特徴的であり、他の歌だの作品と比べても圧倒的に暗い雰囲気のアルバムとなっている。また、生と死を感じさせるようなファイナルディスタンスやディープリバーでは主なコードとして CM が使われているとする指摘もある。その他、随所に和的なムードを感じさせるとも言われている。 本作は日本国内歴代5位となる初動売上235万枚を記録。また、3作連続でオリコン年間アルバムチャート1位を獲得した。累計売上枚数は360.5万枚で、日本歴代アルバムセールス第9位、オリジナルアルバムに限定すると歴代4位となっている。また、1位のディスタンスに続いて2000年代で2番目に売れたアルバムでもある。 ゴールドディスク認定では、日本レコード協会より3ミリオン認定を受けている。収録曲、ファイナルディスタンス、トラベリング、光、桜ドロップス、ディープリバーの5本のミュージックビデオは、すべて映画監督の木、里谷和明が手掛けた。宇多田は、ファイナルディスタンスの頃からレコーディングを行うと同時に、どういった内容のミュージックビデオを作るかを考えるようになった。 その中で、ファイナルディスタンスでは、同と性のうちで、性をトラベリングでは、同を強調したビデオをキサトヤに依頼したという。なお、光のミュージックビデオは、当初はドナルド・キャメロンが手掛ける予定だったが、スケジュールが合わず、急遽キサトヤが監督をすることとなった。これら5作品は、メイキング映像とともに、歌田のビデオクリップ集。 宇多田光るシングルクリップコレクションボリューム 3UH3 に収められ2002年9月30日に発売された。なお、同月6日に宇多田はキサトヤとの入籍を発表している。キサトヤはファイナルディスタンス、トラベリング、サクラドロップスの映像を3部作としている。ファイナルディスタンスのミュージックビデオについて荒削りなところやアマチュアっぽいところがあって、 その不安定な感じが逆に面白いと後に語っており、またその部分が歌だが同曲で本格的にアレンジ面で手を加えるようになったの、似ている部分があるとも語った。トラベリングのビデオは曲と同様にいろんなところからのサンプリングだという。キサトヤは、いわゆるポップミュージックであるっていうものやポップカルチャーで、あるっていうものは今まで見てきたものを結集して作り上げている感じが、 すごくするじゃないですか。と語っており、その点で、ファイナルディスタンスとは、正反対のポップの曲地みたいなところまで行ってよかった、という。ファイナルディスタンスとトラベリングのビデオは、タイのコントラストパラドックス矛盾が強調されているが、三部作の最後、サクラドロップスのビデオでは、それがないといい、一つの完成型というか、それに対しての答えだと、キサトヤは語ってた。 同作では、伊藤若冲にインスパイアされた映像美で楽園、ユートピアが表現されている。同三部作の衣装はすべて北村道子が手掛けている。北村は衣装を手掛けるにあたり、以前から温めていた、常実の伊藤若冲のモチーフを具現化して、うただにまとわせており、この時の衣装は北村によると、若冲三部作だという。まず、ファイナルディスタンスは、 弱虫の白い孔弱が子供に生まれ変わって、そこから世界がサーカスになっていく物語。トラベリングでは花と列車をモチーフにそのイメージがどんどん膨らんでいき、最後は万華鏡になっていくイメージが描かれている。桜ドロップスは弱虫の像をイメージにその像の中にある楽園を想像して作られている。ディープリバーは初めてシングル以外で、 ミュージックビデオが作られた楽曲となっており、前述のクリップ集 UH3 では、ビデオの前にプロローグ的な映像が収録されている。宇多田は、アルバムを作り終えて空っぽになっていた期間に、谷崎純一郎の文章特本を読んで、言葉を書くことについて勉強していたといい、自ら三文詞も書いていた。ディープリバーのビデオの冒頭では、 里屋の勧めでそれを自ら音読している。DVD ビデオピアは5作のミュージックビデオについて作品の背景がセットや CG、ジオラマなどあらゆる手法を駆使したデコラティブな映像なだけに逆にその中で最終的に際立つのが歌田の動きや表情、存在感であることに素直に驚かされる。とコメント。また関わりを漏らさず。 詰め込んだ三部作から最後のディープリバーではすべてが削ぎ落とされ生身の人が映し出されていく。その必然と思える流れはシングルクリップ集という枠を超えある種の考えを呼び起こすのだと評価している。ホワット・エスインの早川かな子はクリエイター同士の意見のぶつかり合いという価学反応があったからこそこれだけのハイクオリティな作品ができたのだということが まるでドキュメンタリー映画を見た後のように実感できると語った。前作詞、作曲、歌田光、前編曲、歌田光、河野圭桜ドロップストラベリング幸せになろう、ディープリバーレターズ、プレイボール、東京ナイツ SAP 嘘みたいな、I love you final distance、ブリッジ光サイド1、2と、サイド3、4との2枚組。2002年の年間チャート2015年に、 桜ドロップスがチャートイン、桜ドロップスのみ、ありがとうございます。